ナーダシュディ・タマーシュ男爵、17世紀制作の肖像画、ナーダシュディと詩人のティーノーディ・シェベシュティエン、ショマ・オルライ・ペトリチが、1855年ナーダシュディ・タマーシュは、ハンガリーの貴族、政治家。男爵、ハンガリー級中博を務め、その政治的影響力の強大さから、大宮中博と称された。バートリ・エルジェーベと伯爵夫人のートにあたる。 ナダーシュディフェレンツの息子として生まれ、貴族の指定として幅広い教育を受け、グラーツ、ボローニャ、ローマに留学した。1535年、由緒ある大貴族家門、カニジャイ家の最後の末裔であるカニジャイオルショリャと結婚し、同家の資産を受け継いだ。この資産の中には、シャール・バール城が含まれており、ナーダシュではこの城をルネサンス様式に改築させた。 オルショリアとの結婚により、ナーダディは、ハンガリーで最も裕福な、王子主の一人となった。1521年、教皇施設、ドミニコ海総長のトマスカイエタンスーキ教の、通訳として、スーキ教のブダ訪問に随行している。1525年には、ハンガリーの国務会議の一員となり、ラヨシュニ西洋の命を受けて、直前に迫るオスマン帝国との戦争で支援を得る。 ためののシュパイアーの帝国議会に赴いていてる翌1526年のモハーチの戦いで、ハンガリー王国が政治的破局を迎えた後、国王未亡人マリアがコマーロムからポジョにへ移る際に追行している。1527年には、ハプスブルク家のフェルディナント大公をハンガリー王位につけるために重要な役割を果たした。 翌1528年にはタタの要塞の司令官に任命され、チェスネキー・ジェルジ伯爵と共に JL を占領した。1529年、ハンガリー軍司令官として、ブダをオスマン帝国軍から防衛することになった。ところが、自軍の中の裏切り者に捕らえられ、監禁された上に鎖をつけられて、トルコ軍に引き渡された。ところがブダを占領した。 トルコの大最小パルガルイブラヒムパシャは、ナーダシュデを解放した。解放後、ナダーシュディは、ハンガリーの対立王サポヤイアーノ氏の陣営に加わり、1530年には、フェルディナント一世の軍隊からブガを防衛することに、成功した。ところが1533年、サポヤイの長身ルドビー・コグリッキとの戦争に敗れた、ことに起こり、再び、フェルディナント一世の宮廷に出資した。 1541年より自分の所領であるシャール・バールに印刷業者のヨハン・ジルフェスターを招き、ハンガリー語の新約聖書を翻訳、印刷させた。この新約聖書は最初のハンガリー語の印刷物となった。もっともナーダ・シュリケの設立した印刷書は長続きはしなかった。1537年から1539年まで、クロアチア、ダルマチア、 スラボニアの番を務めた。1542年にはハンガリー大法官となり、1554年にはプレスブルクにおいてハンガリー宮中博に選出された。1562年に死去し、家督は息子のフェレンツが継いだ。ありがとうございます。